皆さんこんにちは。レアルステート清塚店管理吉の堀野です。普段お手入れに入らせていただきまして、皆様から普段何を食べているのか、何を食べたら良いのか、何を作ったら良いかなど、お料理についてたくさん質問をいただきますので、普段の料理を公開したいと思います。ぜひ最後までご覧くださいませ。では早速お料理始めていきたいと思います。先日お客様から紫玉ねぎをいただきましたので、今日はこちらを使ってまず1品目マリネを作っていきたいと思います。まず紫玉ねぎなんですけれども、普通の黄色い玉ねぎよりも抗酸化作用が強くて、お肌お体の老化を防止してくれます。食べたものの脂質の吸収を抑えてくれる、プラス排泄も促進してくれる優秀な食品になっております。こちらを今日はマリネとして作っていきたいと思います。マリネにすることでお酢を使うのですが、お酢も疲労回復の効果がありまして、今の時期にぴったりだと思いますので、今日は作っていきたいと思います。こんな感じで玉ねぎをスライスしていきます。軽くお塩を振って、あとはお酢と、白だしで味付けをしていきたいと思います。お塩少々です。あとはここで漬け置きを少し時間を置いた方がいいのですが、私はこのままお酢と白だしもかけていこうと思います。大さじ1、大さじ2、大さじ3、大さじ5杯、白だし 1.5 ぐらいでいきたいと思います。お酸っぱいのが好きなので、お酢は多めに大さじ5杯、白だしは大さじ 1.5 杯入れました。でこれでマリネしていきたいと思います。これで冷蔵庫で少し置いていきたいと思います。続きまして、今日は、夏野菜の煮びたしを作っていきたいと思います。合います食品を紹介していきます。まずパプリカ、パプリカも抗酸化作用が強いのと、あとビタミン C がとっても豊富です。本当は赤色も欲しかったんですけれども、赤色が売り切れだったため今日は黄色のみでいきますが、黄色よりも赤色の方が栄養価は少し高いです。と次オクラです。ナスです。ズッキーニです。今日はこちらで煮浸しを作っていきたいと思います。まずオクラの板ずりからしていきます。
桜に塩を振って削りつけます。ヘタの部分を取っていきます。塩茹でしていきます。煮びたしのだし汁はだし汁100に、酒大さじ2、みりん大さじ2、お醤油大さじ1を煮立たせています。野菜の方はいい感じに焼き目がつきました。煮びたし完成いたしました。先ほどのだしにつけていきたいと思います。もう一品作っていこうと思います。豚肉のスパイス炒めをしていきたいと思います。今豚肉に下味として、塩コショウをしてある状態です。今日はスパイス、ターメリック、パプリカパウダー、ガラムマサラ、レッドペッパーを使っていきたいと思います。少しずつスパイスを振っていきました。これを焼いていきたいと思います。油なしでいこうと思います。豚肉の付け合わせは千切りキャベツにしていきたいと思います。紫玉ねぎのマリネ、夏野菜の煮びたし、豚肉のスパイス焼きです。私はいつもこのような形で料理をしています。いつも何を作るかは大体考えているのですが、作りながら考えていくというのが多くて、味付けも作りながら考えていっています。なるべく同じ料理を作らないようにといいますか、味が同じようにならないように気をつけていたり、たくさんの食材を使うように気をつけています。今日は本当に一部でしたが、これからもたくさんの情報を皆様にお届けできるように頑張りたいと思います。本日は最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。レアルステイトでは全店インスタグラム、ツイッター、TikTok もしておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。 YouTube チャンネル登録がまだの方はそちらの登録もお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。試食は1日経ったものでしていきたいと思います。紫の色が、酢に移って汁に移って少し薄ピンク色になっています。
ちますと味がしっかり染みていて、で玉ねぎのシャキシャキ感はしっかりと残っています。では煮浸しの方もいただきたいと思います。素材の味、パプリカの味はしっかりと残っていて、でもしっかり味が染みていて美味しいです。ぜひ皆様も作ってみてくださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。